テレビアニメ早々のフリーレン第27話が15日日本テレビ系で放送された。放送後作品公式 X ではフェルンの無数顔の場面カットが公開され、ネ上では丸くて可愛いフェルンのこの顔好き無数でしか得られない栄養素があるなどと反応している。第27話、人間の時代は霊落の王母を攻略し、フリーレンやフェルンをはじめとする12名が第二次試験に合格した。その二次試験で粉々になってしまったフェルンの杖を直そうとフリーレンはある場所を訪ねる。そして一級魔法使い選抜試験の最終試験、その合否の鍵はフランメの師匠で大陸魔法協会の創始者であるゼーリエが握っていた。第二次試験を無事通過したフリーレンとフェルンだが、そんなことから二人は喧嘩をしてしまう。最終試験を目の前にして二人の関係性は仲直りできるのか。そして待ち受ける最終試験ではゼーリエ自ら試験官を務め、各キャラクターの合否が発表された。